琵琶湖大津プリンスホテルさんから楽しいニュースが届いたよ。琵琶プリさんでは、こんなパンが食べたい琵琶湖をテーマにしたアイデアメニューを募集したところ、全国からアイデアが集まりました。そして選ばれた6つのアイデアはシェフが腕によりをかけて美味しいパンに焼き上げてくれました。だけを見て、お子様がどういう思いでこれを書いてくれたのかっていうのを想像しながら作るのが、それを実現させるのがやっぱり難しいですね。すごく美味しくて可愛かった。7月16日、出来上がったパンの中から最優秀賞、優秀賞を決定。最優秀賞はビワマスサンドウィッチパンを考案した伊藤さん。なんと北海道の札幌からのエントリーです。北海道の家でビワマスを支えて刺身で食べたことがあって、その時にすごく美味しいなと思ったので、今回のイベントに参加させてもらいました。海と日本プロジェクトの滋賀のツイッターを見て応募しました。自分が考えたものがパンになれて嬉しかった。満足していただけたら、それでもう僕は、はい、嬉しいです。これを通じて食に、関心を持っていただけると嬉しいなと思います。受賞した6つのパンはロビーラウンジポートニオで販売されます。お楽しみに。ニュースその2、最高の景色のプールサイドで美味しいバーベキューはいかがですか。スモークサーモンのロミロミ風やガーリックシュリンプ、アメリカンビーフ、ハワイアンステーキソースなど、南国気分を味わえるトロピカルバーベキューセットがお一人様7000円。その他ビワプリさんではキッズに嬉しいイベント盛りだくさん。詳しくはエンジョイサマービワプリで検索。